まあ、あの日朝国交正常化のためには、まあ、拉致問題と並ん で核の問題、それからミサイルの問題の解決が不可欠です。そのような立場に立って、日本の立場をきちっと向こうに伝えてですね、解決を目指して交渉していきたいと思います。나올때한마디해드리겠습니다